メンソーレ。前回訪れた札幌を離れ、日本を北から南へ大縦断。ついに南国沖縄へやってきたぜ。旅するモルガナ通信第4回沖縄編。諸君、明けましておめでとう。今年も我が輩たち心の怪盗団、そして P5S をよろしく頼むぜ。てわけで、新年早々 P5S の最新情報をどーっとお届けするぜ。発売まであと1ヶ月ちょっと。2020年最初の旅物スタートだ。沖縄の噂。白い砂浜、青い海、眩しい南国の日差しと安堵のニャフー。今回我が輩たちが訪れることになる久古島は、沖縄本島から少し離れたリゾート地。ビーチはとてつもなく綺麗だし、港の周辺には観光客向けの店なんかもあって、最高に楽しいところだ。島の人も気さくに迎えてくれて。って、なんか様子が変だな。探せ。主様の聖地を犯した罪人を許すな。ここにも何か秘密があるってのか。さて、楽しかったバカンス、あ、調査もここまでだな。エルソナ 5A